山本修五郎作おごれる千鶴ご覧あさばせ苦弱夫人がおばねをいっぱいに広げておとりですわまあ本当、とたいそうなご異性ですこと針を含んだ小姉である苦弱夫人って それ誰のこと今向こうの橋を渡っているお方あなたご存知ないの梅香様あらあれは千鶴様ではありませんかビンゴの国福山城の奥庭にある古紀園は今勝負の花盛りである毎年5月2日には藩主・ 安倍無前神正方が泉殿で宴を催しまた耳鼻以上の家臣たちには奥と表との差別を除いて見物を許すのが試しであった日頃厳しく隔絶されている上中の男女がこの日だけは公然と相見ることができるのでそのにぎわいは極めて華やかなものであった。 着飾った女中たちは勝負の花と剣を競いながら風情なまめかしく照葉し若侍たちもまた心ときめく様にその群れを縫って右往左往する聞け貸しの狂笑や恥じらいの瞳や思わせぶりなささやきやそれとなき流し目が行き交う若男たちの間に かげろのごとく揺れ上がるかに見える。戦地の中野島に三人、もういずれも二十四五と思われる女中の一組がいて、今向こうの八つ橋を渡ってゆく美しい婦人を、妬ましげに見やりながら陰口をしていた。千鶴様だなんて。唇の薄い少し目のつり上がった一人が、 皮肉な調子で言ったそんなに気安く言っては失礼ですよ以前は芳買でも今はご家老のご内室様でございますからねまあではあの噂は本当でしたの本当ですともあなたがお宿下がりの間に虫サイモ門様やお越し出をしてからもう半月になりますわ。 私にはわわ。かりませんわ千鶴様ともある方があんなご老人とご老人でもおろくだかは二千石筆頭家老というご身分ですもの竹の柱に茅の屋根手鍋下げてもなどという心意気は昔流ですって当節は身分とお金さえあれば。 お年寄りでも足いでもお構いなしですってまあ切れた千鶴様ってそんな方でしたの噂の主は橋を渡りきった肌の色の冴えた肉づきのしまった痩せ型の体つきである少し剣はあるが表情の多い目元だ話をする時 唇をキュッと左へ引き締める癖が鮮やかな魅力でもありまたどうかすると凶慢な印象を与えるおそらく向こうの女中たちの陰口を耳にしているのであろうが澄んだ瞳をまさしく上げ小扇を額にかざして緩やかに頬を運ぶ姿はどこかに 汚れる孔雀という感を持っていた橋を渡りきったところで45人連れの若侍たちに会った「峠のある花はなんとかいったなまたしても誹謗の声であるひぼたんの根を高く売る武風流紅白に飛んだ翁の花いじりか?」。 幽面におぼさず内心に戦国あからさまな嘲笑の中を千鶴はやはり悠々と臆した様子もなく通り過ぎてゆく溺れる孔雀人々のこの憎しみは何故であろう千鶴は孤児である 家は安倍家不代の年寄り格であったが千鶴が十二歳の時父鹿島太郎左衛門が死し養子を決めぬうちに母も亡くなったので自然と加名は絶えてしまったそれ以来ずっと千君伊予守正助の側室だった江光院の次女として育ってきたのである優れた美貌と 理髪で聞かぬきの千鶴はエコーインの蝶を一身に集めていた「今によき婿を選んで鹿島の加盟を再考してやろうぞ」「折に触れてはそう言われていたし事実また年頃になるとエコーインは密かに婿選びをしていたのである」「その間にも 千鶴の彩色は福山城切手の評判となりしるべき家柄の求婚者もさんにとどまらず中にはわずかな機会を狙って付け踏みをしたり打ちつけに言い寄ったりするものもあったが彼女はどれにも相手にならず挑然として24歳という年を迎えてしまった。 おきれいだから望みが高いのねとってもお偉いんだわ福山のかぐや姫というおつもりよそういう女中たちの噂は嫉妬であったろう心を追っているのだ人を人とも思わぬ目だ彩色にまんじているのだそういう若侍たちの言葉は手の届かぬ花を憎む心である 人々は千鶴が高慢と,ともしらがで終わるつもりだろうと噂したしかしその予想は裏切られたその年の春の初めエコインがふと問いただすようにして本当に独り身を通す気なのかと聞いた時千鶴は初めて心を決めたごとく実は 嫁に参り「とうございますと答えた」「嫁ぎたい相手は国家老虫明三右衛門であるという三右衛門は早く妻に死なれ子供もないやもめでもう57歳の老人であった一条の彩色とうわれた千鶴が自ら望んで貸したいというには ああまりに意外な相手である絵インは何か訳があるのかと繰り返して聞いたが千鶴は静かに微笑して「筆頭のお国家老ではあり家柄にも申し分がなければ夫として恥ずかしくないように存じますので」と言うばかりだった。エコーインのお声がかりで 話は触りなくまとまとった。そして4月中旬の吉日を選んで千鶴は虫焼け家へ嫁いだのである女中たちはもとよりかつて求婚した者また思いを通わせていた若者たちはこの結果を知ってあぜんとしたそうだったのかあの娘には。 恋も情も情必要ではなかったのだ。二千石の食糧と筆頭画廊の栄食つまりあの娘の欲しかったのはそれだったのだ栄養映画だったのだ人々は初めて千鶴の本心を見たと思った「溺れる孔雀悪評がいかに根強く広がっているかは」。 前章に記した通りである不遠慮な嘲笑の中を千鶴は目も動かさず通ってゆく八橋を渡ると間もなく道は小松林の丘を上るその丘の彼方に泉殿があるのだ主君正方の宴には江光院も臨席しているので彼女はそこへ 挨拶に出ようとしているのだった道が小松林の中ほどへ差し掛かった時「千鶴殿しばらく!」と声をかけながら右手の松林の中から一人の若侍が出てきた松の木陰伝いにそこまでつけてきたのであろう色白の神経質な顔が 思い詰めた心の内を語るかのように引きつっている振り向いた千鶴はそれが古生組の中村新之助という若者であるのを認めたかつて最も熱心に恋心を通わせた青年たちの一人である驚きにならなくてもよろしい決してぶしつけなことはいたしませんから。 別に驚きはいたしません。千鶴は冷ややかに笑った。何か御用でございますかお越し入れのお祝いを申し上げようと思ったのです。国家老の御内室になられてさぞご満足なことでしょう。あなたがそういう人だということも知らず心のありたけを燃やした拙者などは 実に馬鹿げた道家者でした。あなたにもさぞ少子なことだったでしょうな。私、それほどあなたを存じ上げておりませんでしたけれど。結構です。まるで身も知らぬとおっしゃらないのが、せめてものご行為だと思いましょう。あなたに思いを通わせるものは数えきれぬほどあった。いや、 この福山城の若者であなたに思いをかけぬものはなかったと言うべきだ。けれどそんなことはあなたにとって何の意味をもなさない。あなたに必要なのは富と名だった。恋も誠もない相手にあなたはその類いまれな才色を売ったのだ。二千石という富。 筆頭ガロの妻という名の代償としてあなたは自分を売ったのだそれが祝いのお言葉ですか千鶴はきゅっと唇を左へ引き締めながら遮っていった新之助は刺すように笑って拙者はあなたが己に恥ずべきだと申し上げたかったのです 「ご親切にあなたは富と名とを得られた結構です改めてお祝いを申し上げさせてくださいしかしその富と名がいつまであなたの手にあるかどうかはおのずから別だ」。新之助の目は疲れたような険しくゆがんだ光をたたえて千鶴の瞳を「ひた」と求めた。 千鶴殿拙者の名は中村信之助と言いますもしお忘れになっていたらどうかよく覚えていてくださいその必要がございましたらおりますとも大いに必要がありますそれも決して遠い先のことではないでしょうお引き止めして失礼しました お幸せを切に祈ります。新之助は厳しを返して逃げるように去っていった。千鶴は見返りもせず、泉殿の方へ静かに歩いていった。虫やけ三重門は若き妻千鶴の部屋で酒を飲んでいた。 57歳にはなっていたが三重もはまだ髪もつやつやと黒く肌の引き締まった骨太のたくましい体つきをしていることに一文字の濃い眉と力のこもった僧の眼光には福山十二万石の国老として主君正方にも一目置かせるだけの威力を十分に持っていた。 また、青年の頃から剣を取っては家中屈指の腕があり今でも気象百振りの木剣は欠かしたことがないもう一杯やらぬかい,いえもうそんなに頂い,いては酔ってしまいますわ栄光院様はお強いそうではないかそのお相手をしていたのだから。 わしなどでは歯がゆいくらいであろう。お強いのは旦那様でございますわ。千鶴は優しくにらみながらまだ少しもお色に出ませぬもの。わしは昔から弱の方だ。そう酒を口にし始めたのは随分古いことだ。 まだ前髪の自分であったろう口にし始めるとから今日までほとんど杯を手から離したことがないと言っても良いほどだがそれでもかつてうまいと思ったことがないしまた酔ったということも覚えない。召し上がっておいしくございませんの苦いな世間のごとく苦い。 右衛門の目は笑うと子供のように邪気のない光を帯びてくる。だが今宵の酒はうまいようだ。ようだでございますかこの部屋へも。三右衛門は千鶴の笑顔から目をそらして部屋の内を見回した。 十何年かぶりで座る、策くたる生活だった。二十九歳で国老職になって以来、わしの生活は、まるで荷車を引く牛のようなものであった。家居の暖かさも覚えず、人情に溺れることも知らず、苦い酒を無理に飲んで、一時の疲れを紛らすだけが、 張り詰めた心を緩めるただ一つの方でしかなかった。無論、それが残念だとは思っていない。これからも荷車が引ける間は牛になって通すつもりだ。しかし、今、わしには一つの考えがある。それは、老職の家でなく、 平伏の家に生まれてきていたらという気持ちだ。千鶴は黙って三右衛門の横顔を見ている。これまで一日も杯を話したことのない酒が苦く、今こうして口にしながら初めて酒がうまいとはこのようなものかと思う。 彩り美しい衣装と香料の温かく匂う妻の部屋に座って筋骨の凝りのほぐれるのを恍骨と味わうこれはわしが五十七年の今になって初めて巡り合うことのできた幸せだでも平伏にお生まれなさいましたら 必ずそれができていたでございましょうか。少なくとも三右衛門の目は寂しげな光をたたえた。これだけ好きな酒をうまく飲めたことだけは確かであろう。うまいと思ったらようだなどと言わずにうまいと言い切る自由はあったと思う。 もう一つ重ねて言えばお前が嫁いできてくれた気持ちにもいくらかの愛情があったのではないかと考えることができるだろう。千 <laughs> 鶴は唇をきゅっと左へ引き締め静かに三右衛門の杯へ釈放しながら。 それではもし旦那様が平伏であったら千鶴は嫁いで参らなかったであろうとおっしゃいますのねおそらくしかしそうであったらわしはお前の目にさえ触れることなしに終わったであろうからな。無論その方が良いというのではないぞ。策括たるわしの生涯の道を。 お前は美しい花園へ導いてくれた。これは全く予期しない幸せだ。そして、わしの身分がこの幸せの手引きをしていることも、今のわしにとってはありがたいことなのだ。ではもし、千鶴は怪しいと思えるほど、 冷ややかな目をしていった私が心からお慕い申してきましたと申し上げましたら旦那様はそれをお信じくださいますかしら五十七年も生きてくると嘘とまことのけじめだけははっきりとわかるお前は わしのたた。めに花園を与えてくれたわしはそれに対してわしにできるだけのことで報いたいと思うほほほほ千鶴は静かに笑って「では私うんとわがままをしてよろしゅうございますのね」。世間ではおごれるくじくと言っておる。 この次には何と言いますかしら千鶴は公然と目を上げていった何とでも言うがよいのですわ千鶴は虫明左右衛門の妻ですもの筆頭国家老の妻であってこそおごれる苦弱という名もふさわしくはございません美しい目が怒っているな 三右衛門は微笑しながら言った。その目を見る者があったら、今度は、いかれるくじと言うであろう。申し上げます。襖の外で、家父の声がした。なんだ。江戸より、言語が帰着つかまつりました。そうか、すぐ会おう。 去る気配と一緒に三右衛門は杯を置いて立った「地層であった今宵は少し遅くなるから構わず寝てくれるがよい」「はい」「三右衛門は妻の部屋を出た書院には貝原言吾が旅姿のまま探ざしていたよほど道を急いできたらしく」 若い顔面に、著しい疲労が見える。三右衛門は座りながら、遠路大義であった。挨拶は置いて、まず用件を聞こう。何か、下級のことでも出退したか。はっ、矢萩彦兵衛が、か腹つかまつりました。彦兵衛は、江戸屋敷勘定型の春祭である。 三右衛門の大きな目がきらりと光った。何故の切腹だ。浜戸のご増築を阻止することができなかった。申し訳のためでございます。何浜戸のご増築とな。ご存知ではございませんのか殿より江戸表へお墨付けが参りました。いつのことだ虚月二十日にございます。 右衛門は脇にあった小机を引き寄せ硯の蓋をはね漁師を広げながら「被災を申せ!」と言って筆を取った安倍家の江戸屋敷は芝田村町にある寛永年中に賜ったもので地割りが狭く極めて不便なものだその上 根岸にある下屋敷も同様なのでかねてから開地を願っていたところ3年前に芝新鮮座の浜へ1 2 0 4坪の土地を賜った安部家は内服の家であるしとに当代の正方はまだ若くカビ贅沢を好んでいた人であったからこの土地へ浜殿と称して 豪奢な別所を造営しようとしたこの地続きに松平比後松平陸脇坂淡路などという大半の屋敷があったが水を隔てて小浜御殿に相対しているためいずれも建物などは過に渡らぬよう遠慮してあるそれにもかかわらず正方は浜殿と唱え建物も 三楼を備えた壮大な設計であった時は明和三年武家町人とも富の偏在が著しくなった時代で世間には多くの浪人者や休民の群れが飢餓に追われているし特殊なものを除いた社会の一般はひどい不況に悩まされていた。 幕府では田沼意次がそば用人になって積極的に政治の改革を始めつつあった民間では山形第二が幕政を論難して王政復興を公然と衝動し始めていったこういう時期に幾万金を投じて浜殿を増築するなどは求めて幕府のけ石を買うようなものである。 国元江戸表ともに心ある老臣はこの計画に反対し正方に迫ってついに取りやめとさせた若き藩主がこれを快しとしなかったのは言うまでもないそれ以来は甲骨の老人たちから遠のき鮎寧辺の共柄を近づけて反省を怠ることが多くなった。 年審は江戸にも国元にもいた当然の結果として甲骨の真と亜佑の友柄とは両立相対峙する状態となった現在国元においてはお蕎しらの朝倉東十郎が中心となって国労一派の勢力を抑え反省を浪断しようと暗躍を続けているのだ 一度取りやめとなった浜戸の増築を今になって再燃させたのは無論正方の意を迎えんとする朝倉一味の企てに違いないお墨付きには明年ご出布までに落成するようにとのご言明でございます中津運のら老職はどうしておる お墨付きの到着にてご老職方にももはやどうすることもできずご出頭一味年心の友柄は早くも工事請負いとして武蔵屋八郎兵衛を呼び出し二万金お下げ渡しと決定つかまつりましたそうか要件はそれだけだな三右衛門は筆を置いた。 運の,様の申し付けにてとりあえず以上だけご中心のため下りました彦兵衛を殺したのは残念だ御意にございますしかし言語は目を落としながらそのため武蔵へのお詐欺金は一時延期に及びました延期ではない。 取りやめだ三右門は静かに言ったことによれば非常手段にも及ばねばならぬお人払いを願いますそれには及ばぬお人払いを願います 三右衛門の声は静かであったが金屏風が震えるほどの底強い力を持っていた正方は酔っていた主演の席から来たのである三右衛門は身の上告に途上して目通りを願ったが許されなかったので待っていた昼を使い夕を使いすでに犬の上告である ようやく現れた正方の左右には朝倉藤十郎と腹心の者が辞していた三右門正方はいに青ざめた顔に皮肉な霊性を浮かべながら言った「人払いをしなければ言えぬことなら聞くに及ばぬぞ政治はそちどもの桐森に任せてある。 王着があろうと、だんがあろうと、世の知ったことではない。よいか、その代わり、世のことも、かもうてくれるな。恐れながら、その儀は愛なりません。三右衛門は、押し迫るように言った。お上は、安倍家十二万石のご領主でござります。ご先祖、 正勝公以来のご加盟はもとより、幾百千の家臣両民どもの運命は、かかってお上のご存念にあるのでございます。ご一心のわがままは許されませぬ。おのれ、許さぬとは過言ぞ。お静まり遊ばせ。三右衛門はぐっと膝を進めた。 今日お目通り願いましたのは、一辺のご還元を申し上げるためではございませぬ。三重門目は、進化ながら、有効院様、先代正介様より、貢献職を仰せつけられ、その旨は幕府へも進達してござります。もしお上において、この上とも自慢まま放落を遊ばすなれば、お家の大事、 三衛門自殺して、有効員様へ、申し訳をつかまつらねばなりませぬ。貢献職の自害する場合、幕府がどのようなご沙汰に出るか、お上にもご存じでござりましょう。ぶ、無礼者、よう若年と侮って、探れ聞く耳持たぬ 浜戸のご増築は何とぞお取りやめくださいますよう。ご日常についてもお改め願わねばならぬ数々のことがござります。些細なものと存じて今日まで相控えておりましたが、一旦お取りやめとなったご増築のことを、老職どもへはお沙汰もなく、じきじきお墨付きをもってお命じ遊ばす。 かようなことに立ち至るようではおそばの者どもにもきっと申し付けなければなりませぬ!」。正方は次男である。長子正義は幼くして死し次男の彼が家を継いだ。そしてその下に三男正友があり聡明英知の評判よく現に江戸表で家臣の人気を集めている。 次男は向こう水だと言われる通り正方は丹漁でこらい性がなかった「不快だ!」と言うとそのまま座を蹴って奥へ去った三右衛門はそれを見送りながら顔色を変えていた朝倉の様子を認めてにっと微笑した正方は苦労を知らぬ青年である。 寝心どもの追唱に負けるのも主食に溺れるのも苦労知らずで抑えるもののないわがままから来る三右衛門はよくそれを知っていたしかし今日まであえて苦言を呈さなかったのは今正方に向かって言った通りそんなことは取るに足らぬさじだとしていたからである多くの家臣の中には恍惚感もあり 何感もある鮎鳴鞭の共柄だからといって必ずしもお家のために悪いとは定まらないし甲骨一徹の侍にもいとうべき人間はある。清列の水にのみ魚の育たぬごとく善悪合わせ近づけてもってその利すべきところを知るに至らなくては。 一国のの資格とは言えない。その意味から三右衛門は今日まで大抵のことは目下してきたのだそして今家臣としては出過ぎるところまで辛辣に直感した正方がどれほど不快に思おうとも三右衛門の自殺するという決死の言葉に偽りのないことは分かったはずだ。 今日まで貢献職として寛大であっただけそれだけ強く正方の心の真っただ中を射止めたはずであるくどくどした千万元よりも今の正方に必要なのはこの決死の一言であったのだ藤十郎目も震えたであろう三右衛門はそう思ったそして金銃番の者を呼んで 江戸詰勘定型の矢作彦兵衛お墨付きと老身ども評議の間に立ち役目の義理に責められて勝腹つかまつったと御前へ申し上げてくれそう言って滞在した下城したのはもう四つを少し回っている頃だった雨もよいのやや蒸し暑い夜で そよとの風もない闇が提灯の火一つを押し包んだ友は石浜伝一郎と下郎だった馬場脇へ差しかかった時三右衛門はふと立ち止まったと思うと「六助火を消せ」と命じたこの闇に火を消してどうするか。 下郎がいぶかり顔に振り仰ぐせつな三衛門は肩着のをはねて電一郎くせ者だ叫びながらぎらりと体験を抜いた電一郎はとっさに三衛門の前へ踏み出していた玄関へ出迎えた千鶴は三衛門の衣服がおびたたしい血で汚れているのを見て さすがに色を変えた。まあ旦那様騒ぐには及ばぬ帰り地だ三右衛門は平然と笑って後で呼ぶからそれまでに身の回りのものを片付けておくがよいすぐにもここを立ちのかでもならぬだろう見苦しからぬように注意してくれ はい。何も案ずるには及ばぬぞそう言って奥へ入った千鶴の膝はガクガクとおののいたどうしても抑えることができなかった戒りと聞いた途端に死角を思い死角という言葉はすぐに中村慎之助を連想させた 勝負の日に彼は遠くないうちに自分の名を思い出すことがあるだろうと言った千鶴は次女と共に部屋へ戻って手早く身辺の整理にかかったが目先には中村慎之助の引きゆがんだ神経質な顔がちらついて仕方がなかった本当に新之助であろうか 恋のの遺恨でで闇ちをしたのであろうか「いやそうではあるまい恋の遺恨だけではないはずだ。新之助はあの時千鶴に向かってその富と納とがいつまであなたの手にあるかどうかはおのずから別だと言った千鶴は栄光院にじしていたから正方をめぐって 家中に2波の勢力があるることを知っているそして一方の勢力が最も恐れる中心人物として虫明三右衛門を目標にしていることも同時に三右衛門がそれらの勢力を傾倒しても揺るがぬ確固たる存在であることもよく知っていたその動かぬ存在に変化が起こった。新之助はあの日 すでに今日のことあるのを知っていたのだ千鶴の考えはようやく落ち着いたこれは自分から起こったことではないこの間にも次々と客が詰めかけてきた老神閣のうち三右衛門と副神の者ばかり八名書院に集って密談を交わしていたが販ときたらずで いずれも早々に帰り去ったついで家来たちが呼び寄せられた千鶴の呼ばれたのは最後であった三右衛門は白の一重に白の袴をつけていたそして入ってきた千鶴がそれを見て不吉な予感に額を青白くするのを目ざとく認めて「ハハハハハ」。 心配するな。死に装束ではない。と、明るく笑った。暑いのでこんな格好をしているのだ。最もっとも、不意打ちをくらった時の用心でもあるが。さて、手短に片付けよう。座ってくれ。面倒なことは抜きにする。一言にして言えば、わしは、 窮地に追い詰められたお家の災いを鉄血しようとして先手を打たれたのだ。下城の途中闇討ちを仕掛けられ、四所なく四人を切ってしまったが、これはどっちにしても三右衛門を仕置きにかける罠なのだ。そこでわしはひとまず立ち退くことにした。 お立ちの木遊ばしあとはあとのことは方策を立てておいた江戸表へも使者をやったし当地のことは今宵集まった者どもでどうにもするだろうそれからお前の身の上だが三右衛門は手箱を引き寄せながら過老の妻として 誇りある一生を送らせようと思ったのに、かようなことに立ち至って、それも仇となった。お前には何とも気の毒でならぬが、これも武家の義理と思って諦めてくれ。はい。ここに金子が五百両ある。軽傷だが、これをもって当地を立ち退いてくれ。 替えもんが案内するであろうから万事は彼に任せてわしの身の落ち着くまでしばらく辛抱していてもらいたいはいこのままお前を口させるようなことはせぬ必ず身の立つように計らうぞありがとう存じますこれで、 は済んだ三右門はほっと肩をゆり上げながら「別れにうまい酒を一産地蔵してもらおうか」「魚は何もいらな」「お前の尺で初めてうまいと思った酒をもう一度味わって別れたいのだ」「お支度をいたします」 千は静かに立っていった。いかにも静かである三右衛門は何か物足らぬわびしい気持ちでその後ろ姿を見送った備中の国浅口郡鴨方の城下から二里高倉山の懐へ 段登りに深い松林が続いているその松林の奥で一番近い村里から十丁余り離れた丘の上に正慶寺という大幕宗の寺がある福山を立ち退いた虫明三重門は老木平五郎と共にこの寺内の暗室へ隠れた 鴨方藩池田家の老職で鎌田次郎左衛門というのが三右衛門の友で昭慶寺は鎌田家の菩提寺であり住職無鉄とは三右衛門も地員の間柄であったからここを当分の隠れ家としたのである暗室は寺の後ろの丘にあった前庭は明るい砂地で広く 松小梢越しに遠く瀬戸の海が見える瀬戸はまた一段高くなっていて松の間をクリア口まで家計が清立な水を余るほど引いてくる前も後ろも松だ右も左も見る限りの松であるこれは戦況だ。 三重門は初めての日むやみに広がっている松林を見て頭の芯へ染み入るような将来を聞いて五十七年の俗人をいっぺんに洗い落としたような気持ちがしたこんなところに住んでいたら人間は良くなるだろうと思った利欲を知らず献政を知らず名門を思わず 侵食を己の好むままに史書でも読み畑でも作って自在に暮らしたら人間本然の姿に帰ってさぞ楽しい一生を送れるだろうと思ったけれどもそう思ったのは四五日のことで三右衛門はすぐに退屈してきた十二万石の家老として 反省の切り盛りに没頭してきた彼にはこうした簡略な生活に浸れる素地が養われていなかったのである松林の錆びた色もいいがこうむやみに待つばかり多いと鼻についてくる将来も耳を止めて聞くほどだとよかろうがこう暗室をひっくるんで 重音無人に音も絶やさず聞こえると迷惑である十日ほどたったある夜クリ屋口で妙な音がしたなんだ寝そびれていた三右衛門は平五郎が何かしているのかと思って声をかけた立って行ってみると老木は寝ているし クリアの物音はまだ忍びやかに聞こえていた三右門は引き返して体験を取り抜き足でクリアへ降りると外の気配をうかがってさっと雨戸を引き開けた二十日ほどの月が空にあった雨戸を開けると同時に松の影が むらむらと砂場にまだらを落としているその影を見出して大きな獣が三匹身を翻して逃げ去るのが見えた鹿だ月光を切って走ったのは鹿であった三右衛門は思わず苦笑した体験を持ち出した自分の心も苦々しいしクリア口へ 鹿が餌をあさりに来るほど山鹿なのかということがまざまざしい赤穏感を誘ったのである「どうも俺は腹からの俗人らしい」三右衛門は人の心と心がしのぎを削る激しい手応えのある世間を思いつつ寝たそのあくる日のことだった。 後ろの丘を歩き回って暗室へ戻ると無鉄和尚が縁先でたばこを吸っていた三右衛門よりは10歳も年長でいつも白い武将ひげを生やしている肥えた老僧であるこれはようこそどうじゃ少しは山井にもおなれかなゆうべは鹿が見舞ったそうでどうも 少し驚かされました。せめて一頭でも仕留めてくだされば、今日はうまい酒が飲めたものは、惜しいことをしたものじゃ。栗の方へ来たなれば、一等も生きては返さぬところだが、はははは、しかめも承知と見えて、なかなか栗へは参らぬじゃ。無鉄は笑いながら立って、時に、 男でばかりでは不自由と思ったでな。似たキすすぎものなどをするように、女子を一人連れて参った。使うてやらっしゃれ。これで別に不自由はござらぬが。そうでない。こんな山の中で待つばかり見てござると、今に千人にでもなってしまうかもしれぬ。まあ少しは、 くそばに置くも薬でござろう。いやそれではまたお邪魔にひょうひょうとして坂を下りかかったがああ、酒が足らんじゃったら遠慮のうそう言っておこされ寺であるおかげに酒だけは不自由せんでなハハハハハ生臭じゃ生臭じゃ。 驚いた和尚だ。三右衛門も思わず笑ってしまった縁へ上がって机の前へ座って茶を呼ぼうと思っていると襖を開けて入ってきたものがあった三右衛門が振り返ると若い女が茶器を手に微笑している千鶴であった なんだ、どうしてこんなところへ洗濯ババでございます呆れている左エモンの前へ千鶴は静かに茶を運んだ髪は水髪に束ね私奮の装いもなく木綿の衣服に木綿の帯まるで村里の女房というつつましい姿であるけれど それがかえって美貌にさえを与え、表情の濃い瞳を生き生きと浮き出している。黒ずんだ木綿の裾から覗く素足の白さは、非羽舞台からこぼれるよりも生めかしく、あだであった。ごきさんまではそばを離れませぬ。千鶴はもう一度微笑しながらい、 お城へお戻り遊ばせば、また二千国ご過労の妻になります。その日の来るまでは、おばねのない苦弱、辛抱いたします。秋になった。遠く見える瀬戸の海が日ごとに藍露を深め、松林の中には燃えるようなツタモミジが目立ってきた。 夜になると鹿の声が聞こえた空高く狩野を渡るのも見た将来は朝から夜を徹して暗室をめぐり家計を走る水音は夜半の耳を驚かしたけれど三右衛門はいつかその自然の中に住み慣れて一頃の寂しさはもう感じなくなってきた 千はよく使えた溺れる孔雀と言われたあのほこらかな姿を思うとまるで人が違ったようである。滝折織落ち葉掻き象牙のような指を惜しげもなく山水に浸してすすぎ物をするし美しい髪を灰にまぶして滝もする。朝は早くまた 夜は吹け渡る風を聞きながら暇があれば老木の着物まで縫い繕いを惜しまないこれが一条の彩色と言われた女か三右衛門はそう思うとつらかった「千鶴お前いつまでこんな山の中にいるつもりだ」。 わしへの義理を思ってくれるなら無用なことだぞ。お前の美しさを日ごとに削るかと思うとわしはかえって迷惑だ。私義理など考えたこともございませんわ。千鶴は笑って答える。ただお城へ帰る日を楽しみにこうしておそばにいるんですの。 私、もう一度筆頭家老の妻として御城内を歩いてみたいんですの。孔雀夫人と言われて大勢の目の的になることはそう誰にでも与えられる幸せではございませんもの。だから辛抱いたしますの。しかしその日が再び来るかどうか。 きっと参りますわ来るまでは一生でも待つつもりですからそのうちにはお前も年を取るそうしたら老いたる苦弱で我慢いたします千鶴の笑顔はウキウキとしていたそうかもしれぬ彼女の高い気ぐらいとしては おごれる苦弱と言われながら三十日足らずで失踪したことは屈辱であったろうもう一度城へ帰って悪評を見返してやりたいと思うのは当然であるだがその日が来るであろうか三右門は呆然と探索した「秋十月の七日」。 一騎の早馬が小刑寺の三門を驚かした福山城からの旧市石浜伝一郎である千鶴と共に裏山にいた三右衛門は老木の知らせで急いで安室へ戻った「ご医釈くはごめんこうもります」伝一郎は息を弾ませながら言った「江戸表へご出奔遊ばしたお上には9月30日をもって にわかにご隠居を仰せい出され、正友君お世継ぎと決定つかまつりました。おお<う>。三右衛門は思わず感動の声を上げた。ご隠居とまでは思いもよらなかった。しかし、ようこそご決心あそばされた。詳しくはご気上の上申し上げまするが、早速、 左衛門を帰参させようとのご城にござりますと、伝一郎め、とりあえず休止に立ちました。老宿ご一同、即刻のご帰範をお待ち申しまする。大義であった。皆にも、お家のため、大慶と伝えてくれ。して、ご帰場は、何日に会いになりましょうか。この通りの身軽じゃ。明日は帰ろう。 では立ち返ってお迎えの用意は!と」と伝一郎は勧められた茶を文字してそのまま馬をあおって帰り去った考えていたよりは思いがけなく運はか然と目の前に開けた三右衛門はにわかに体じへえ力の盛り上がるのを感じながら「千鶴」と 呼びながら立った。返事がないので襖を開けると千鶴は部屋の中に焦然と座って泣いていた「千鶴聞いたであろう城へ帰れるぞ帰れるのだぞ福山へ泣くやつがあるかおめでとう存じます」。千鶴は静かに両手を下ろした。 どうした嬉しくはないのか旦那様はお帰り遊ばしますか三右衛門は千鶴の表情が全く変わっているのを知って驚いた言葉の調子にも目の色にもかつてこれまで見たことのないギリギリに突き詰めたものが感じられる三右衛門は膝を直した 千鶴お前、何か隠しているな城へ帰るのが嫌なのかはい千鶴は濡れた声で言った私はここにいとうございますなぜだお分かりくださらないのでしょうか 千鶴の目は恨むような色を帯びた旦那様は今でも千鶴が二千石と過労の妻の名を欲しいために嫁いだとおぼしめしますか栄養映画がしたいために嫁いだとお思いでございますか半年の間おそばに仕えていてもまだ 千鶴の心がお分かりにならないのでございますか千鶴お前私は旦那様をお慕い申していたのです十二万石の家中をしっかりと抑えお家のためにご老年を忘れて生き生きとお勤め遊ばす。 大しいお姿を拝見しましたのが十八の年でございましたそれから六年の間片時もお姿が忘れられず心のありたけでお慕い申していたのでございます」。席を破った本流のように千鶴の言葉は情熱と恨みを込めて三右衛門の胸を打った。栄光院様にも、 世間にも、私の恋は分かってもらえぬものと、それは覚悟をしておりました。でも、旦那様には、いつか分かっていただけると信じていました。私の口からは申し上げられませぬもの。申し上げては、帰って嘘になります。現に。 いつぞやの夜もそう申し上げましたらご不快そうにお笑い遊ばしました笑われるのが当たり前でございましょうでも悲しゅうございましたおごれる人はおごれる面を脱いだく弱の羽を取れば鶴の清楚な姿であった 今こそ三重門の目には見える「千鶴が一条の彩色と歌われていたことと自分が二千石の国家老であったこととまた親子ほど年齢が違っていたこととこの三つのものが千鶴の恋を濃霧の中に包んでいたのだ」「いつかは分かってもらえるというほのかな望みのために千鶴は 己に荷物かの批判を甘んじて受けていたのだおごれる孔雀の名を三右衛門は今千鶴の結び上げる声を聞きながらこの松林のどこへ家を建てようかと考えているあえて慰めらしき言葉をかけぬのは初めて見る千鶴の泣き濡れた様が みずみずと美しく止めるにはあまりに惜しかったからである裏山につぐみの声が明るく聞こえていた。